なんだろう、最近落ちるな、よくな。最近よく落ちるな。ブラックホールに飲み込まれたのかな、うん、ブラックホールに飲み込まれたのかもしれないね。はい、ワドツ、おかえり、うん、のんちゃんいらっしゃい。銀河のワドツ、のりこ愛してるよ、うん、銀河に生まれてきてくれてありがとうね。飲み込まれたね、ブラックホールに。なんか最近よく落ちるんだよね、うん、銀河のワドツ、何なんだろう。飲み込まれていくね。パパラッチャありがとう。携帯が調子悪い。そろそろ替え時かな。これ何年前に買ったっけ。3年前かな。はい、銀河のワドツ、なんか最近調子悪いね。パパラッチありがとう。ブツブツ？嘘。ブツブツ？なんだろう。本当だ。ちょっとカクカクする。なんなんだろうな。なんかおかしいね。あ、治ったかな。携帯が多分ね、ダメになってるんだと思う。あー、じゃあ不具合かな。ぬめぬめ大丈夫。じゃあ銀河のウーロン茶を作ろうか、みんなで一緒に。銀河の節約、貧乏も受け入れるんだよ。貧乏な時は銀河のウーロン茶を作るんだよ、みんな。ギャラクシーウーロン。みんな一緒にギャラクシーウーロンを作ろうね。いやだから銀河をまだ感じ取れてないんだよ。いいんだよ、わからないのも銀河だから、うん、理解できないんだよ、広すぎて。それでいい。ただ銀河なんだってことを理解すればいい。銀河は広大だから、わからなくていいんだよ。人間なんてそんなもんだよ。ただ銀河なんだって覚えておけばいいよ。いつかわかるさ。わからないのも銀河だから。そう。アンチコメントも銀河、うん、全部銀河。
ただ僕たちは瞬いていくだけさ、あの銀河のように。銀河のお皿洗い、お疲れ様。どうも、生まれてきてくれてありがとう。アイテムありがとう。銀河のはどつ、銀河感じてる？みんな銀河感じてる？ギャラクシーディスティニーを忘れないでね。いや、銀河団、銀河団って呼ばれてるから、ここに集まってるのは銀河団だから。銀河を認めし者たち。そうだよ、瞬こうね。みんなで銀河だから。感動した、ありがとう。銀河感じてるね。ギャラクシーディスティニーを感じてるね。そう、銀河。おはよう。知らんけど、おはよう。生まれてきてくれて本当にありがとう。ご覧みんな、今からとんでもないことをするから、ご覧、よくご覧。今から銀河のウーロン茶を作るからね。銀河の中に生まれし太陽系、そして太陽系に生まれし地球よ。地球は人類を作り、人類の手で掘り起こされた金属たち、その金属を人類のエネルギーをもって新たに生まれし夜間よ。今銀河で生まれし水道水を沸かすのだ。よし、さあ銀河の水道水よ。銀河の中に生まれし地球のエネルギー、電力をもってそなたが銀河のあの熱い熱いエネルギーたちのように沸騰するのだ。ポチ。これが銀河だよ、うん、これが銀河だよ。今銀河水道水が銀河エネルギーを銀河エネルギーで沸騰するからね。みんな銀河感じてる？うん。銀河感じてる？ああ、なんて美しいんだろう。銀河に生まれてよかった。何するにも銀河を感じてほしいですね。ゆっこさん、生まれてきてくれてありがとう。俺と同じ銀河に生まれてきてくれて本当にありがとう。いらっしゃい。始めた、うん、だんだん気づいてきた。銀河にアンチコメントなんかなかったんだよ、うん、銀河にアンチなんていなかったんだよ。ただ僕らがただ銀河だっただけなの、うん、すごいでしょ。
僕たちは初めから銀河だっただけなのさ。なんだ、一つじゃないか。何を争っていたんだろう。そうだね、銀河に生まれし東京電力に感謝をしようね。悩むことなんかなかった。緑のイルカさん、生まれてきてくれて本当にありがとう。銀河の輪どつ。さあ、銀河エネルギーの間に銀河のお掃除をしようね。銀河に生まれしキッチンよ、そなたをきれいにして差し上げよう。あの銀河のようにピカピカ光るキッチンであれ。ふきふきと、銀河最高ですよ。僕たちが行っている全ての現象は銀河クラスで見るとピカピカ光っているだけだからね。キラキラしようね、今日も。今日もピカピカしようね、キラキラしようね、みんな。僕らはただピカピカするためだけに生まれてきたんだよ。ピカピカしてる？キラキラしてる？また叩いてる？ありがとね、ありがとね。銀河を感じてね。はい、こんにちは。ギャラクシーディスティニーを忘れないでね。ギャラクシーディスティニーからは逆らえないんだよ。歩き抜きって何分ぐらいすればいいんだろう。3分ぐらいかな、沸騰したから。軽き抜きって何分するんだ。バカだから分かんないな。5分間煮出すんだ。5分間煮ろって書いてあるね。水道水って煮た方が体にいいって言わない？違うの？ばあちゃん必ず沸騰させてたけど。違うのかな？カメラの画質悪いの携帯配信だからだね。カメラの画質悪いかもしれない。しょうがないよ。みんな銀河の歌を歌おうね。ようこそここへ、遊ぼうよパラダイス、ふふ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 ふ
ようこそここへ遊ぼうよパラダイス、ふふ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 ふ、ようこそここへ遊ぼうよパラダイス。これが銀河の歌だから。沸騰してきたよ。あともう一曲あるね、銀河の歌。さあ行くんだその顔をあげて、新しい風にさあ行くんだその顔をあげて、30分？カルキってそんな強力なんだ。じゃあ一回沸騰させるだけで。五代五いいよね。五代五は銀河を多分感じてたよね。多分五代五さんは銀河を感じてたはず。銀河の先輩だから。銀河パイセン。オリーブライト。あ、沸騰した。沸騰したね。沸騰してるね。いいよ、いいよ、いいよ。銀河パトロールに連行されてったの。マキルいらっしゃい。銀河だね。連れて行った。連れて行かれちゃったんだね。銀河だな。3分ぐらいでいいのかな。どれくらいなんだろう。弱火って書いてある。沸騰させ弱火、これくらいかな、これくらいか。これをポッで5分、1、2、3、4、5、あ、ウーロンのいい匂いがするね。
いい匂いがするよ。銀河ウーロンだね。左のボックス？これ？これは調味料とかシーチキンとかだよ。そうだね、五光年だね。五光年だね、そうだね。ギャラクシーだね。いい匂いするな。五分も煮て大丈夫なのか、なんか出過ぎな気がするんだけど。煮すぎじゃないのこれ。銀河ウーロン。まあいいか、小さいことはいいや。こんな小さなことで悩んだらダメだ。そうだよ、僕らが感じていることはもともとちっぽけなことなんだよ。全てがちっぽけなんだよ、銀河から比べればね。出過ぎだな、なんか真っ黒になってきたな。大丈夫かな。5分も煮るの。そう、そうだね、そうよ。何億光年輝く星にも寿命があると。あなたでしん。カラオケ行きたいな。カラオケ行きたいね。銀河の歌を歌いたいね。でもね、ちょっとね、昨日震えることがあったんだよ。寝るときに喋りながら気づいてたんだけど、浅井さんの言う光ってこれなんじゃねえかっていう、ざわっとなったんだよね。ちょっと和道リスナーたちがざわっとなって、俺鳥肌立ったんだよ、ね、あれ、浅井さんが見た銀河ってこれなんじゃ、あの光ってこれのことじゃないの。ついにね、点と点がつながったの。ついに浅井ゆき子と同じステージに我々は立ったの。待たせてごめん、浅井さん。銀河を感じてやっと浅井さんの言ってることが理解できた。そうだったんだ。もう一杯作る。もう一杯作っておく。銀河ウーロン。もう一杯作ろうか。どうせ2杯ぐらい飲むし。どうしよう。バガありがとう。
せっかくだからもう一杯作ろう。すぐ飲んじゃうからね。銀河ウーロンもう一杯作ろうね。うん、そうだね。そう、時は満ちた。何やろうかな。のんちゃんお買い物連れてってくんない？お車で。まだ無理？お買い物行かない？お買い物。お買い物行かないかい？車怖いの？車を恐れているんだね。そうだったのか。最近運転してないもんね。じゃあ危ないからやめとこう。買い物どうしようかな。生活用品買わないと。ウィンク下手なんだよ、それ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。あと、朝だから銀河のお掃除もしないと。銀河のお掃除。銀河エナジーを感じてるね、夜間は。ただ宇宙を漂うだけだよ、我々は。ありがとうございます。銀河の花火ありがとう。生まれてきてくれてみんな本当にありがとね。銀河の花火ありがとう。ありがとね。
銀河からのおべし、お、おぼし飯。ありがとうございます。銀河よ、ああ銀河よ、ああ銀河、このギャラクシーディスティニーに感謝いたします。なんて美しい星なん、ほ、なんて美しい星たちなんだ。宇宙は広大だね。これ電気だよ。あ、でも電気ポット欲しいね。ちょっとね、ケトル。でもね、ケトルあんまり良くないらしいよ。あの、一番いいのはタイガー魔法瓶みたいな、あの、湯沸かし系のやつが一番いいらしい。タイガー魔法瓶買おうかな。なんか保温効果が高い方がやっぱ電気をこうあれしなくていいからね。でもまあ電気料金をね、広大、銀河のように広大にしていきたいね。うん、銀河の感謝やファイアーウォーク、ありがとうございます。銀河の花火、銀河のファイアーウォークス、ありがとうございます。Thank you very much。 このギャラクシーディスティニーに感謝します。銀河を感じているかどうかだったんだね。敵なんていなかったんだ。敵も含めて銀河だったんだ。なんだ、一つじゃないか。銀河を感じるようになったからアンチコメントが一つも出なくなったからね。これが答えだよ。僕たちはただ銀河だったんだよ。銀河に生まれしウーロンよ、今銀河の水道水と一つとなれ。銀河のバーガー、ありがとう。ありがとうね、銀河アイテムありがとうね。さて、今日は何しようかな。
なんかウーロン茶葉のいい匂いがする。スローライフいいね、楽しいね、まったりだね。土曜日は銀河のセフィゾーいらっしゃい。ストレスなんていらないのさ。ご覧あの銀河を。ものすごくゆっくりと動いているだろう。でもね、実は速い、とんでもないスピード、銀河のアラームが。ご覧あの銀河を、とてもゆっくり動いているだろう。でもね、本当はとんでもない速さで回っているんだぜ。はい、完成。よいしょ、できた。なんてことだ、銀河ウーロンを2つも作ってしまった。じゃあティータイム楽しもうか、みんなで。ティータイム楽しもう。銀河ティーを。さあみんなティータイムだ。ウーロンティーを飲むよ。銀河ウーロンティタイムだ。みんなごめんね、俺ばっかり銀河ウーロンを。熱い熱い。銀河の乾杯。
すぐタバコだよ。アフタヌーンだね。暑いな。今日何しよっかな。あの人はもう思い出だけど。そうだよ、暇なんだよ、毎日暇なんだよ。君を遠くで見つめてる。ああ暑いな。ツイッターのチェックでもしようかな。ツイッター、ツイッター。そうだね、無理はダメだね。ありがとうね、ロクさん。はい、お疲れ様。ありがとうね。秋広さんすげえな、本物だね。かっこいいよね。三輪明宏さんは本物だと思う。花火ありがとう。春山さん、生まれてきてくれて本当にありがとう。ギャラクシーディスティニーに感謝。花火ありがとう。三輪明宏さんすげえな。
晴山さんね、晴山さんいらっしゃい、失礼しました。三輪さんいくつなんだろう。でもね、三輪さん、新宿の飲み屋に三輪さんの伝説いっぱい転がってて、本当にすごいらしいよ。嘘みたいな話はいっぱいあって、俺が聞いたのはね、表参道でなんか三輪さんってすごい古い車に乗ってんの、クラシックカーに乗ってて、で曇ってて雨が降ってるんだって、バーって。でそしたらクラシックカー、ピッカピカのクラシックカーギーッと止まって、そしたら周りは曇ってて少し雨が降ってるのに、その車に光が差し込んだんだって太陽から光が、スポットライトがファーって差し込んだんだって。でそしたらゆっくりと三輪明宏がガチャって降りた、うわっ三輪明宏だって、ゆったりした服着てたんだけど、三輪明宏がこっち向きながら降りてきたんだって。そしたらくるって回転してターンしたら、そのひらひらの服がバサッってこう舞ったんだって、ふわっと。でスタッスタッスタッって歩いて消えていったんだってすごくないこれありうるじゃん、三輪さんは天候すら操るん三輪明宏に天然のスポットライトが当たるっていう、俺このエピソードめっちゃ好きなんだよね。なんかね、それが起こっても不思議じゃないっていうか、三輪明宏さんのそれが日常なんだ。かっこいいよな、違和感が全くないもんね。でやっぱりあと三輪さんからなんか世界的なモデルさんが、三輪明宏さんからコンサル受けたことがあるんだって。事務所の方針で美しさとは何かっていう演技指導を受けたことがあるんだけど、本当にすごいって言ってた。歩き方一つで芸術になるんだよって教わったっていう、立ち振る舞い佇まいで、少なくともそのウォーキングする間っていうのはそうじゃなくちゃプロじゃないって言って、その美しい歩き方の指導とか受けたっていう、で本物だって言ってた。三輪さん自身がもう芸術アート、どうやったらその域にまで達することができるんだろう。すごいよな。
水分やたら取るんだよね俺ね。1日8リッターぐらい飲むかんね。水分いっぱい飲む。8リッター飲むね俺。だトイレ行く回数すごい多い。なんか水飲むのは体にいいんじゃないかな、わかんないけどそんな気がする。初見さんいらっしゃい。生まれてきてくれて本当にありがとうね。銀河のワドツ、水中毒？水中毒なるかな？だからよく言われたもんね、水太りって言われたもん。水太り。あ、そうなんだ。ニキビできやすいんだ。知らなかったな。へえ。パパラッチありがとう。やっぱコーヒーが好きだな。水出しのコーヒーが一番うまいな。水出しが。お散歩でもしてこようかな。1日3リットル以上の尿量があるなら退院症が認められ、水中毒は退院症から生じる。あ、マジか。じゃあ完全に病気だな。3リットル以上確実に飲んでるわ。うん。アクセサリーはね、俺はバラバラですよ。特定のブランドなくて、これは沖縄で買って、これは沖縄ね、
いつもつけてる、あの鳥のやつ、このね、羽がパタパタ動くのがかっこいいなと思ってこれは買いました。立体的なんだよ、いいでしょ。で、これ沖縄でしょ。で、これも沖縄のシルバー屋さん、これも沖縄のシルバー屋さんで、こういう風になってて、これ綺麗だな。で、これはね、リスナーさんに、お坊さん、アマさんの方がいて、アマさん、その人からプレゼントで、これは金運が上がるブレスレットだね。お坊さんからいただいて、これはね、成田の地元のドン・キホーテで買ったボールペン、シルバーの。これは。で、バラバラだね。ブランド名とかあんまこだわりないね。これはね、オズ・アブストラクトって言って、裏腹で買った指輪。オズ・アブストラクト。オズ・アブストラクト。もうこれ多分同じデザインの売ってないと思うんだけど。古いやつだから。あとなんだろう。これは原宿だったかな。これは中学生くらいの時に買った。なんかでっかいクロスペンダントが欲しくて、これは原宿で買ったね。これオズアブストラクトで検索しな。オズアブストラクト。多分これはもう売ってないと思う。これでしょ。オズアブストラクト。あとはこんなもんじゃないの、あと666のブレスレットがあるか。666、あれ、666どこ行ったの。原宿、666は表参道だっけ。あれ、666ってどこだっけ。原宿だっけ。あれ、666がない。66が、あったあった。これが666のブレスレット。腕にはめて、でここのバンドで止めるっていう。これは666。ミスターピクさん、ありがとう。いいね、ありがとう。これが666、あれはね、あのキリスト教に対する、あのキリスト教が6っていうのは悪魔の数字って言ってて、要は悪魔崇拝者って意味だね。そう、サタン。要はこれパンクブランドなんだけど、要は音楽とかって、そのなんだろう、な、悪魔って言われてるじゃん、キリストの西洋文化だと。だからバンドマンがよく666とか、要は俺らはキリスト教なんてクソくらいだぜって意味でつけてんの。いや、俺らは悪魔だって言ってんの。でもさ、みんなさ、サタニストってどういうことを信じてるか知らないでしょ。あの悪魔崇拝者の教義を教えてあげようか。びっくりするよ。サタニズム、サタニズム、サタニズムっていうのがその悪魔なんだけど、サタニズム知らない、教義とか知らないでしょみんな。サタニズムいくよ。悪魔崇拝者の教義、ちょっと待ってね。サタン、サタニズムじゃなくて何だったっけな。悪魔崇拝、何で検索すればいいんだろう。サタニズム教えいくよ。サタニズムの教え、サタニズム九ヶ条いくよ。あ、いや、サタニズムちゃんとあるの、いくよ。あ、サタニストの11のルールいくよ。求められてもいないのに意見や忠告を与えないこと。他人が嫌がると分かるようなごたごたを話さないこと。他人の家に入ったらその人に敬意を示すこと。それができないならそこに行かないこと。他人が家で迷惑をかけるのならその人を情け容赦なく扱うこと。交尾の合図がない限りセックスに誘わないこと。こんな重荷下ろして楽になりたいと他人が声を大にして言っているものでもない限り他人のものに手を出さないこと。
魔術を使って願望がうまく叶えられたときはその効力を認めること。守備よく魔術を行使できてもその力を否定すればそれまでに得たものすべてを失う。自らが被らなくて済むことに文句を言わないこと。小さい子供に危害を加えないこと。自分が攻撃されたわけでも食べるわけでもない限り他の動物を殺さないこと。公道を歩くときは人に迷惑をかけないこと。自分を困らせるような人がいれば止めるように注意すること。それでもダメなら攻撃すること。結構まともでしょ意外とまともなこと言ってるでしょ。そうだから実は現代社会行ってそのサタニズムに近いんだよね、法律の作り方とか。だからおせっかいを焼くなとか、そのマナーを守れって。でマナーを守、自分のフィールドでマナーを守らない人がいたら徹底的に攻撃していいっていうルールの。だからね、現代の法律に結構近いんだよね。だから1個ぐらいじゃん、項目7の魔術を使ってうまく願望が叶えられたっていう項目以外は意外と倫理的なこと言ってんだよね。うん、そう、意外と知らないんだよね。だから調べてみると面白いよ結構。でサタニズムにおける9個の罪っていうのが、愚鈍さ、虚栄、唯我主義、なんて読むんだろうこれ、自己サマン、群れに従うこと、見通しの欠如、過去の正当の忘却、非生産的なプライド、美意識の欠如、これがサタンだって。欺瞞かな、自己欺瞞かな。なんか実在主義っていうか現実主義に近いかもしんないよね。それだね N さん。そう、欺瞞って書いてある。自己欺瞞はダメだって書いてある。罪だって書いてある。自己欺瞞は罪だって4項目目に書いてある。人間の肉体的事故を是認することを使命とする団体。すげえな。そうだね、自分に徹底的に正直っていうか、で他人に迷惑かけないっていう、あとつるむなとか慣れ合うなっていう、でメリットの合う人、メリットがある人とだけ付き合えとか、そうで他人のその代わり権利を侵害するなっていう、攻撃、無作為な攻撃をするなとか、子供に手出すな、だと何だろう、まあ合意のないセックスをするなとか、誘いすらもするなとか。その代わり、あの相手が自分のフィールドでそういう態度を取ってきたら、自分が気に食わない態度を取ってきたら徹底的にやっていいっていう、攻撃もかっていう。悪魔崇拝ってやつだね。キューちゃんボックスが怒る、うんうん、だから3番なんか日本人にも言えることじゃん。要は郷にいらば郷に従えってことじゃん。7番だけはちょっと特殊な宗教だなって、魔術を肯定してるから。だから深い教義の中に多分魔術があるんだろうね。
アルマさんいらっしゃい。生まれてきてくれて本当にありがとうね、うん、俺嘘ついてないよ。映画は作りたいと思ってるよ。小さな子供を傷つけ、キリスト教とかすごいからね。あの、なんだろう、少年とかに手出したりいっぱいしてるからね、司祭がね。そう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 、スポットライト、うん、スポットライト見るとわかるよね。僕はそろそろ放送終わりにします。お疲れ様。